会場にお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとね、元気がないかしら、モーリーに。はい、改めて皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。もう小さな子供たちから、ね、自分ばあちゃんまでありがとうございます。ありがとうございます。雨でね、ちょっとこう心配で、はい、ちょっとこう若干濡れてはいますけれども、なんとか餌ないと、無事開催と、無事、もうちょっとこの後もね、本当にもらえないと思います。丸子が持ち上げてる。そうだね、そうしときましょうか。私は、ね、本当にないよ。あ、ちょっとそれでじゃあお願いします、ね。はい、はいはい、今日はですね、こちら沖縄市の合わせ、はい、茅交流広場でのエイサーナイトということになってですね、はい、もうたくさんの皆さんがお越しいただいてますけれども、ね、嬉しいですね。あ、ちょっとこっちも私小さいから見えるかね。おーい、一番目立ってるよ。失礼しました。さあ、ということで、この後、映像ナイト始めていきますけれども、もういよいよですね。はい。ね、じゃあ、自己紹介もしていきましょうか。はい。映像ナイト司会は DJ モーリーと、ミンキーモンキーのマイちゃんと、ハルコです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの、僕はですね、はい、もう十何年かやってるんですけど、はい、ピンキーポンキーのお二人は初めてですよね。はい、はいはい、初めてです、このエイサーナイトを聞かせていただくもの、はい、今日はモーリーお兄さんの力を借りて、胸を借りて、はい、やってまいりました。にぎやかしでね、私たちは。あの、芸人さんではないんですよね。なんでね、なんで見えますか。スーパーモデル。エイボー、エイボーもいる。久しぶり。初恋の子よ。うん、まあ、初恋の方の子。久しぶりですね。まあ、沖縄県内でね、北から南まで、はい、いろんなところで MC だったりとか、はい、賑やかしで登場するピンキーポンキーということですね。はい、そうです、よろしくお願いします。名前は覚えてもらっていいですね。お願いします。はい、英語が誰って来て、誰って来て、ピンキーポンキー、ピンキーポンキー、借りてよ、エイボー。これせっかく持ってるんだから。時間はたっぷりありますので、ちょうどね、あの、濃密に仲良くなると思いますよ。一文字ずつ、あの、覚えてもらいましょう。はい。さあ、ということで、はい、もう早くもお客さんいっぱいですけれども。はい。ちむどんどんしてきました。ね、いや、そうなんだよ、ね、そしたら。いや、私の準備、OK よ。太鼓持って。自前だよ、いいよ、そうそう、はい、おい。いきなりエンジンかけるともたないので、ね、あるね、あるね、よんないよんない。はい、じゃあ今日の出演団体をご紹介させてください。はい、お願いします。さあ、まずはですね、ステージ左手右手の方にもうすでに50名の皆さんにやってきていただきました。わお、50名。琉球カジマヤの皆さんからトップバッターとなります。で、その後は沖縄市の室川青年会、中城村、はい、津波青年会、そして沖縄市の小屋青年会の4団体となっております。はい、たっぷりたっぷりですね。そうなんですよね。最高の夜になるね。贅沢だ。そしてこのエイボーとか、あの、沖縄市のエイサーキャラクターも今日歩いていきますのでね、はい、皆さんステッカーもらってください。はい、ステッカーがもらえるんだって。あの、なんかね、このエイボーから、はいはいはい、今日は僕一人です。さあちゃん遅刻、大丈夫、たーくん遅刻、二人なん。いや、さなじ二日よ。もう気持ちらしいけども、あ、キンちゃんばんよ。エイボーは偉いね。今日じゃあ私たちと一緒で、あ、なるほどね、グループして楽しみましょう。ね、あの、マイコと一緒に回ってね、はい、はい、お願いいたします。マルコもなんかキャラクターみたいになってますけど。いや、もう本当そうだよ。サイズ当たってるかなって、ちょっと心配だけど、ね、今日サーちゃんじゃない。はい、そう、私、あの、本名サーがつくので。実は、おっと、それは以上は言うなよ。さあ、それでは、はい、あの、琉球鹿島屋のですね、地方の荒垣康人さんに、はい、琉球鹿島屋とは、まあ、どんな団体なのか聞いてみたいと思います。荒垣さん、はい、お願いします。はい、じゃあ皆さん、こんばんは。こんばんは。はいはい、こんばんは。私たちは沖縄国際大学の伝統エイサーサークル、琉球鹿島屋。あ、英語見えない。英語、はい、私たちは沖縄国際大学の伝統エイサーサークル、琉球鹿島屋と申します。普段はですね、あの、地域活性化や福祉文化交流を目的とし、さまざまな事業所とかにエイサー指導をしながら、こういったエイサーナイトだったりとか地域の祭りにも出演させていただいてます。
本日はあの去年に引き続き A さんへと呼んでいただいたということで、去年よりもパワーアップした演舞をぜひ皆さんの心に残るような素晴らしい演舞をしていきたいと思いますので、皆様どうか温かい声援や拍手、掛け声、手拍子、指笛などよろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。さあ、それではじゃあトップバッター紹介していきましょうか。真面目か、はい、真面目さ、やるとこはちゃんとな、マットバレやってから田中さんに真面目かってことで、そうそうそう、あ、そういうことね。さあ、非常にこうやりづらい中でオープニングですけれども、じゃあ琉球鹿島の皆さん、スタンバイ OK でしょうか。OK？ いや、まあ、聞こえないな、待って低い声で、準備 OK ですか。さあ、それではご紹介してまいりましょう、はい、今日のトップバッターです。琉球鹿島屋の皆さんです。それではどうぞ。
Ah!
ございました。ありがとうございました。トップバッターは琉球鹿島屋の皆さんでした。もうどうする？もうテンション上がっちゃう。テンションちょっと待って、ちょっとまたおしゃれしてきちゃった。英語、違うよ。本物のこと英語どこ行った？あいた後ろ。光る街持ってんだよね。本当だ。シジュール最強だな、やっぱり。マルボでした。マルボ。じゃあ、そう、今からマルボでね、よろしくお願いします。さっきよりもね、衣装増えたよね。はい。増えたね。ね、やる気満々。飛んできました。はい。やってごらんよって言って。いいな。またもやりたくない？ボーリーに。いや、ね、あるんだったらね、やりたいけどね。いいな。言ったな。どうかな。さあまずは琉球鹿島屋の皆さんでしたけど、はい、さあこの後青年会の、はい、沖縄市の室川の皆さんがスタンバイしております、はい、もうね気がつくともう一気に暗くなってて、お客さんも増えてきてますね。そうですね、はい、やっとー。ありがとうございます。何人かはね、ありがとうございます。ゆっくりゆっくりね、仲良くなろうね。いや本当そうですね、時間かけをね、はいはい、さあそれでは青年会紹介していきますよ。はい、はい、お願いします、この後沖縄市の室川青年会の皆さんの登場ですが、室川出身の登川誠人氏が作曲振り付けをしたユダカ節などスローテンポの曲とアップテンポの曲を交えメリハリをつけて踊ります。全員が前方に密集して舞う等身同意では、力強いバチさばきからも見て取れる迫力ある演舞が見どころとなっています。強いよねえ。芝生だけど音が聞こえたからね、今ね。はい、さあそれでは、はい、もう青年会の皆さんスタンバイ OK でございます。はい、はい、じゃあ張り切って紹介してまいりましょう。いきますよ。はい、お願いします。続いては沖縄市室川青年会の皆さんです。それではどうぞ。
道のつらさや
青年会の皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。お二人も、このエイサーの、沖縄市ですけれども、こうやってイベントで沖縄市に来ることもそんなないですよね。そうです ね2回目地元ではどんな感じなんですか、皆さん、エイサーって。地元はね、ここからも見える、三栄さん、大きい三栄さんの中に、南部のこの青年会の方がこう来て、こうやってくれたりとか、そういうのはちょこちょこ見に行ったりしましてね。
え、まるちゃんは？まる子はあんまりちょっとちっちゃい時はハワイ育ちだったからさ、まる子は大きくなってから沖縄の餌をちゃんと見て、ハワイの人だったの？あ、そうよ、アロハアロハハワイの吉永さゆりですよ。どんな設定か。ごちゃごちゃしてる。旧盆の時期のそれこそ沖縄市の道10メートルですが、あれも生で見た時はね、圧巻でした。本当だよね。じゃあこの2人のこう地元からすると、はい、エイサーでこんなにお客さんが集まるのも結構ないんだ。びっくりした。熱気が伝わってきますよね。じゃあ会場の皆さんちょっと聞いてみましょうかね。そうですね、はい、どこにですか？この会場にですね、県外から、まあ、漁港で来たよという方、はい、拍手をお願いいたします。あ、いっぱいいるみたいよ。はじかさらしないで、これ届くかね。まる子ちゃん、行ける？インタビューしていこう。行けるところまで。行けるかな。はい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 。ダメだ、もうもう行けない。無理ですね。じゃあこれが長いかも。はい、聞いてみて。待って待って、これ持ってって。手挙げて。どこだった？いや、さっさ、はい、いやいや、はい、どこですか？いたいたいた、お兄ちゃん、はい、やっと。ちょっと前に来てごらん。さっきね、踊ってた男の子かな。あかんかん、腰がね。はい、男さん、ありがとう。あ、こんばんは。お名前教えてくれますか？カンタロウくん。カンタロウくんです。拍手みんな。エイサー見てどんなでしたか？かっこよかったね。じゃあカンタロウくんも大きくなったらエイサー始めますか？うん。この後もね、またたくさんお兄ちゃんお姉ちゃんがすごい踊り踊ってくれるので楽しみにしてくださいね。ありがとうございます。イエーイ。こんな大勢の中でしゃべれるってすごいね。カンタロウくん、ありがとう。カンタロウくん怖くなかったから大丈夫かな。ちょっとずつマルコがこうやって近づいていく。ありがとうございました。じゃあ続いて沖縄市以外の他市町村からはるばる来ましたという方、拍手をお願いいたします。はい、拍手。じゃあ連絡してみましょうか。はい、まだまだ大丈夫。じゃあ最後、沖縄市から来ましたという方、拍手をお願いいたします。一人、もう一人、はい、まだ話が大丈夫なのかな、はい、インタビューしますか？お大丈夫ですか？もうちょっといけます？もうそろそろあれ？そうだ。もういいかな、じゃあ。はい、時間お時間ありました。まあ、でもね、あの沖縄市だけではなくて、はいはい、県外からもお越しくれることなんですね。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、この後の青年会はですね、はい、中城村の津波青年会の皆さんのスタンバイとなってますね。津波青年会の皆さん、はい、なので会場の中には中城村からやってきたという方もいるかもしれません。そうですね、はい、はい、じゃあ原稿いただいてますのでご紹介していきます。お願いします。私たち津波青年会はうるま市の宇堅青年会から型を教わり、その後試行錯誤をし独自の型を作り上げ現在に至ります。独特のバチの動きと体型が特徴です。毎年お盆の翌日にあたる旧暦の7月の16日に津波エイサーの夕べが昨年52回を迎えることができました。本日は青年会一同気迫あふれる演舞を披露したいと思います。たくさんのご声援をどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、楽しみですね。多分ね、この合わせのパヨの交流広場でやるのは初めてだと思いますので、はい、そうなんですね、気合いも入ってると思います。楽しみ楽しみ。さあ、それでは今日の3団体目ご紹介してまいりましょう。はい、会場の皆さん、どうぞ大きな拍手でお迎えください。はい、中城村津波青年会の皆さんです。それではどうぞ。拍手。Thank you.
ラサイセチビラサイスWe'll be right back.
Thank you.
あってやってやって
でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。また女の子たち、はい、もういボレボレ、はい、私もあの仲間入りした気持ちでこれ巻いてますよ。気づいてますか皆さん、ちょっとずつ増えてるの。そうよ、普段タオルやらないんですけどね。サバになってる、似合ってるよ。キンキンキンの周りからの豆絞りをちょっといただいて、どうしても入ってほしかった。なんか待ちたくなりますね。似合ってるもん、しかも3人でね。結成する。なんで水たまず。ダサい。いいさ、でもなんでもなくなってるね。さあ、あの3段階終わりましたけども、はい、次でラストとなりますね。はい、ですね。楽しい時間はあっという間なんですけども、ここで一つ、はいはい、ちょっとお知らせというか、はい、落とし物がありました、はいはい、この中に、ホンダの鍵、車の鍵の落とし物があります。キーホルダーにアンガマのキーホルダーが付いてる鍵なんですけど、はい、はい、僕です、私ですという方、こちらにウェルタクフリーかな、ね、ちょっと待ち物チェックしてくださいね、はい、はい、来てくださいね。ステージの、ね、裏手の方に白いテントがありますので、はい、そこでスタッフが扱っております、はい、お声掛けください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてまたもう一つお知らせですけれども、はい、このステージ向かって左手の方にはですね、ブルーのテントが2つあります。注目、はいはい、まず1つ目がですね、はい、あの沖縄市のエイサーキャラクターの、はいはい、エイボーとかサーちゃんがしらった、まあ、チースコーだったりとか、そう、グッズがね、すぐ簡単に作れるクラフトの締め台粉とかですね、はい、そうそう、見たの、そうだった、こんなのあるのと思って、そうそうそう、売ってるんですよ、はい、でこちらでまた、はい、あとゼントエイサーの有料スタンドのチケットも販売してますので、はい、そうなんですね、はい、そうだね、もう今から早めのが来たからね、もう、いい席はね、はい、高まってるからね、もう買ってしまおう、みんな、そう土日あるんですけど、はい、ちょっとこうチケットもやっぱり少なくなってきてるので、はい、そうなんだ、早めの勝ち、はい、そう、急がれてみんな、よろしくお願いします。まだ入手してない方、はい、そしてそのお隣がですね、はい、あのリサイクルブースということで、はい、皆さんがお持ちの、燃えるもの燃えないもの、あとペットボトルのゴミのね、分別のご協力まで最後までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあもうラスト残すのみとなりましたけども、はい、ね、終わりたくないだからね、もう最後になりますね、はい、そうなんですよ、ね、寂しいけれども、ぜひ私たちもね、覚えていただけたらなと、はい、皆さんこの子だけでも皆さん、ちょっと宣伝させてもらおうか、はい、はい、私たち沖縄で活動するピンキーポンキーのまいちゃんと、はい、まる子です、はい、改めてよろしくお願いします、お願いします、はい、
させていただいてるんですけど、はい、沖縄市も散歩してますので、はい、あとね声かけてください、はい、そしてあの切実にお仕事をください、はい、待ってます。賑やかしで賑やかしたい、ね、はい、もうどんな場所でも、はいはい、皆さんと一緒に楽しみたいという、はいはい、ピンキーポンキーでございます。あの SNS もいろいろインスタジブ、はい、Facebook とか、はいはい、やってますので、はい、いろいろやってます、はい、よかったらよろしくお願いします、はい、フォローよろしくね皆さん。ピンキーポンキーですね、はい、カタカナで、はい、ピンキーポンキー。 OK みんな聞いてくれてる。子供たちからね、先ほどもあの2人に寄ってたりとかしてたので、はい、子供人気はあるかもね。そうでありたいですね。目指していきましょう、はい、子供からおじいちゃん、はい、おばあちゃんまで、はい、ね、あの仲良くしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは最後の青年会紹介してまいります。はい、お願いします。続いては沖縄市のゴヤ青年会の皆さんです。ゴヤ青年会、はい、キリンが作詞作曲したゴヤ小唄や色鮮やかな衣装をまとった女性たちによる華麗な女手踊りが見どころの一つとなっています。アップテンポの曲に合わせたスピード感あふれる踊りと力強いバチさばきが特徴です。ゴヤエイサーの歴史は古く、明治40年の新聞に記事が残っており、それ以前からの存在が伺えます。はい、今日の合わせパヤオ交流広場は最後の青年会の皆さんとなりますね。もう最後みんなでも、ね、そうそう踊っちゃいたいなと思っても、私たちは踊ってるんですけれども、そうね、はい、後からちょっと回ってみよう、まいちゃん、そうだね、はい、さあ、それでは、はい、ゴヤの皆さん、スタンバイ OK でしょうか、OK、はい、じゃあ元気にご紹介してまいりましょう、はい、今日のラストの青年会です。続いては沖縄市ゴヤ青年会の皆さんです。それではどうぞ。
Thank you.
Oh,
ありがとうございました。ただいまの演舞は沖縄市ゴヤ青年会の皆さんでした。ありがとうございました。素晴らしい、もう伝統芸能だね。そうだね、地元踊ってるかさ子供たちとあっちで踊ってさあんだけでいちハーハーしてよ大変だってね。4団体終わりましたけれども、はい、この合わせパイア交流クラブ、はい、風もあってね、うん、気持ちよかったですね。そうそうそう、見てる方も踊る方もね、なんか気持ちよさそうだったね、楽しかった。そう、思った、本当によかった。皆さんの力のおかげですね。はい、ありがとうございました。さあ、この会場にね、多くの皆さんお越しいただきましたけれども、はいはい、先ほど鍵の忘れ物もありましたので、はい、忘れ物のないようにお帰りいただきたいと思います。身の回りチェックしてよ、みんな携帯持ってる、はい、財布持ってます。いや、本当にね、財布とかも普通に忘れ物あるからね。そうそうそう、はいはい、沖縄の人にでも届けてくれるからね、財布。そうそうそう、ね、そうそうで、まあ、でも確認してください、はい、そして帰りもお気をつけて皆さんね、はいはい、そしてペットボトル、燃えるもの、はい、燃えないもののゴミの分別のご協力までよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。写真撮ってくれてますよ。はい、ありがとうございます、はい、今私たちシャッターチャンスです。はい、皆さんもういいかお帰りの前に、はい、3人いますよ、はい、はい、ワンちゃんも家族になりました、はいチーズ。みんなで沖縄市の平和を祈ろう。イエーイ。ありがとうございます。盛り上がっていきましょうみんなでね、はい、出身こそ私たち、はい、沖縄市ではないんですけ ど、なるほどでも気持ちはね、もう沖縄市の住民。はい、移るし、ありがとうございます。お会いしてね、はい、チーズ。ありがとう、ありがとうございます。さっき一緒に踊った、ね、あ、そうお姉ちゃん、お姉ちゃん、ありがとう、またね。みんな可愛かった、いいですけど、バイバイ。ありがとうございます。嬉しいね、嬉しいね。いや、さ、大会さ、このエイサーが終わるさ、はいはい、もう MC の話は、はいはいはい、もう本当に耳半分で、はいはい、結構すぐ帰るんですけど、お腹空いてるじゃない。写真で撮ってくれてますね。あ、ありがとう、勝手に入る。もうね、